近衛門は NHK 大阪放送局制作により NHK 総合テレビの木曜時代劇枠で2016年1月14日から3月3日まで放送されたテレビ時代劇である連続8回、近松門左衛門の人形浄瑠璃曽根崎新中の誕生秘話を創作し人間近松を描いた人情喜劇藤本明作主演は青木崇高と 松尾鈴木。第34回、向田国古商受賞作。人形浄瑠璃の名作、曽根崎新中を書き上げた江戸時代の文学者、近松門左衛門の生涯を、藤本明が史実、事実に基づいたフィクションとして描いたもので、曽根崎新中を執筆するまではスランプに陥っていた。近松が名作誕生に至るまでの様々な苦悩と、それを取り巻く人間模様を、 コメディーの要素を交えて描いたヒューマンドラマにしている。松尾芭蕉、伊原西閣と並ぶ原読時代の三大文豪として数えられるも存命中や没後すぐに書かれた資料がほとんどないことから謎に満ちている近松の生涯を大胆に想像を膨らませて描いている。セットも衣装も所作も劣気とした時代劇でありながら近松が 心の声を語るモノローグでの現代的な言葉遣い、近松が口ずさむ、大阪で生まれた女などのホークソングの替え歌、劇中のアニメーションの仕様など、時代劇に馴染みがない視聴者でも気軽に楽しめる工夫が散りばめられており、劇中で、近松門左衛門という名前を覚えられない万吉が、とっさに名付けた、近松の愛称、近衛門も、国民的アニメを連想させる。 親近感あふれる番組タイトルとなっている。番組制作にあたり、その大学園女子大学付属の近松研究所が資料提供を行った。劇中の人形浄瑠璃の場面は、人形使いの桐竹貫十郎らと三味線の竹沢旦那奈が参加して、約300年前の初演を再現、人形を新調して、現在は3人で使う人形を1人で使う、初演当時の 数と遣いにも挑戦している。シャミセの段七は、ギラユーシャミの階層竹沢ゴンエ役で出演し、曽根崎真中の場面用に新たに作曲も行った。撮影は2015年10月下旬から翌2016年1月下旬にかけて、京都の小畜撮影所を中心に行われ、京都や滋賀でのロケも行われた。元禄16年、浄瑠璃作者。 近松門左衛門は以前ほど作品が受けなくなり、道島新地にある遊郭、天馬屋に入り浸っていた。自作を上演していた、竹本座の客足は遠のき、座長である竹本義太夫や周囲から不満をぶつけられ、新作の執筆も一向に進まずにいた。そんな折、不幸となる雨を売り歩く、都政人、万吉と出会い、万吉は近松を勝手に、相棒とみなす。 二人の周りで起きる様々な出来事をきっかけに、近松は戦国の世が終わって百年が経ち、大衆の求めるものはこれまで通りの忠義を主題とする歴史物語ではなくなっていたことに気づく。満吉や周囲の人々に振り回されていくうち、近松は徐々に創作意欲を取り戻してゆくのだった。各放送会ごとに主要登場人物の一人ずつにスポットを当てる構成になっており、 サブタイトルにも示されている。平成28年度文化庁芸術祭参加作品として2016年10月19日から10月21日まで NHK 総合にて再放送された。ライターの近藤正隆はエキサイトに寄せた第二話のレビューの中で万吉が有格に残って奔走する場面が幕末大陽伝を思わせる。また、 近松と万吉のチぐグハグなやりとりは、落語におけるご隠居と与太郎のやりとりを思わせ、遊女のお初が女将によって木に縛り付けられる場面を取り上げ、曽根崎真中をはじめとする近松門左衛門の作品はやりきれない悲劇が大いにもかかわらず、その作者を主人公にした本作が、コメディタッチなのは、いつか訪れる悲劇を際立たせるための要素ではないかと思ったと評した。 放送終了後には、近松が唱えた、巨実非マクロンを踏まえて、ラストシーンで、万吉に語らせたセリフ、嘘と本間の境目が、一番面白いの通り、史実や時代交渉を踏まえた、事実の中に、創作や替え歌などの遊びによる虚構が巧みな、さじ加減で織り混ぜられ、時代劇の新たな可能性を見たような気がしたと、表している。2016年4月には本作により、 藤本秋が第34回、向田国子賞を受賞。抜群に面白く、あまり対抗馬が見当たらないくらいとして、選考委員の全員一致での受賞で、時代劇作品として初の同賞受賞となった。受賞理由として、近松門左衛門と、曽根崎真中を洒落て着火して一編の起票資本に仕立て上げた改作であり、 大阪弁の遊びが誠に面白く、言葉を操って、興味にし、身を虚に見せる技は申し分がないとしている。本作にて主演、万吉役と豊島の友女、お袖役で共演した、青木須高というかは、本作の衣装を合わせで出会い、クランクアップ後より交際を開始して、2016年6月に結婚している。本作の演出では、別の人形上ルリ作品、 生写しやさがお話の島田宿笑い薬の段にあるチャリ場に類似したシーンが存在する。万吉役の青木数光は舞台版幕末太陽伝で主演を務めた青木数光、松尾鈴木、近衛門制作開始。NHK ドラマ、ドラマトピックス、日本放送協会2019年7月19日、閲覧。AB、青木数光、松尾鈴木。 曽根崎新中誕生秘話を創作。おらかニュース、h <ht> t t b s コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2061340スラッシュフルスラッシュ2019年7月19日閲覧。青木数高、チリとテチン制作の地に偉い線。ザテレビジョン。 https://thetv.jp:/news/detail/s68016/2019 ュュスス年7月18日閲覧。abc、向井が国故障に、近衛門の藤本明さん同賞初の時代劇、対抗が見当たらずで、全員一致。産経ニュース。 http://www.sankei。com。スラッシュ entertainmets。スラッシュニューススラッシュ一六零四零五。スラッシュ ent 一六零四零五。零零零八。n 一。html 二零一九年七月十九日。閲覧 ab。向井田国子賞に藤本亜紀さんの地下エモン。 スポーツ放置。オリジナルの2016年4月5日、時点におけるアーカイブ。https ht コロンスラッシュスラッシュアーカイブ t ットトゥスラッシュ20160405074303スラッシュ http w w w h o t c c o j p エンターテインメント、二千十2 0 1 6 4 0ー5一 t 1 t 5 0 8 9 h t m l 2 0 1 6年4月5日閲覧。 AB 名作、曽根崎真中文楽演者が、初演再現、NHK、地下絵門アーカイブド2016年3月7日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、AB、時代劇をもっと面白く、曽根崎真中誕生日は描く、地下絵門。 オラカニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ20662773スラッシュフルスラッシュ2019年7月19日閲覧。甘がさの近松研究所 NHK 時代劇地下絵門制作に一役。甘がさ経済新聞。 https://amagasaki.keiza.biz/headline/269/2019 i 年7月19日閲覧。再放送情報、地下、エモ NHK ドラマ、日本放送協会、2016年10月19日、閲覧 <rapper>。近藤正隆。地下エモは悲しくてやりきれないコメディか エキレビ、エキサイト、2016年2月4日閲覧。近藤正隆、地下、エモン最終回に何度も意表をつかれた、エーモン見せてもろうた。エキサイトニュース、エキレビ、エキサイト、p さん、2019年7月19日閲覧。AB、時代劇が、初の受賞。第34回、向田国子賞は NHK 木曜時代劇。 近衛門に決定。ダヴィンチニュース。https コロンスラッシュスラッシュ ddnavi.com スラッシュニューススラッシュ295986スラッシュ A スラッシュ2019年7月20日閲覧。銀南、ミネタカズノブ主演、奇跡の人文化庁芸術祭テレビドラマ、部門大賞受賞。 オラカンスタイル、http コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2083719スラッシュフルスラッシュ2016年12月27日閲覧。ゆうかと、青木須幸が結婚へ、ドラマ、近いもんでの共演がきっかけ。映画ナトリー。 https://natalie.mu/. 映画 /.news/.1907042019 ュュスス年7月20日閲覧。優香、36歳の誕生日に、婚姻届け、提出青木崇高と結婚。 エルサ、https コロンスラッシュスラッシュビューティー .oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2074148スラッシュフルスラッシュ2019年7月20日閲覧。松尾鈴木大井に語る。コメディ時代劇、近いもん DVD ボックス特典映像決定。 テレビライフウェブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.tvlife.jp スラッシュ entame スラッシュ624692019年7月20日閲覧。ありがとうございます。